はよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回やるゲームなんですけども、まあこのゲームもね、大変お待たせいたしました。もう以前からね、やりますと言っておきながら、なかなかね、動画にはなりませんでしたけども、今回とうとう、動画でね、こちらやっていこうと思います。そう、PC エンジン版のドルアーガーの塔ですね。まあこのゲームなんですけども、まあ、いわゆるあのアーケード版、ファミコン版の、ドルアーガーの塔のリメイク作品ということで、まあ、開発者のね、まあ、生みの親とも言われているあの遠藤さんがですね、これがまあこの僕の理想に一番近いドルアーガーの塔だというふうにおっしゃったということらしいですね。まあ、ちゃんとこのゲームが始まる前にですね、このビジュアルシーンというかね、このストーリーを説明もしてくれるんですよね。これがあるだけでもなんか全然違いますね。まあ、これでなんかこう、あ、ドルアーガの塔ってこういうストーリーで、こういう理由でこのギルは、まあ、ギルもギルガメスっていう名前なんだけども、ギルはドルアーガの塔を登っていくんだっていうのも分かるとなってますんで、まあ、ちなみにドルアーガの塔があの60階というのは当時一番高いビルだったサンシャイン60にちなんでということらしいですね。さあ、ということでね、このギルは力を求めて祈ります。やがて勇気を力に変える黄金の鎧が使わされましたと。最初から黄金の鎧っていうのもすごいね。ということで、このゲームね、早速始めていきましょうか。ギルは踏み出します。黒く霞む幻にそびえるドルアーガーの塔へ。それでは行きたいと思います。スタート。では難易度はノーマルでいきましょうかね。いいね、やっぱりこの BGM。 塔の中には魔物が潜んでいます。まずはスライムを退けなさいってメガミスターが言ってくれてますけども、さあ、この PC エンジン版のドルアーガの塔なんですけども、まあやっぱりこのファミコンアーケード版とね、あの一番の違いは、さっきみたいにイシターがね、ヒントを言ってくれるんですよね。この宝箱の出し方のね。で、あとはあれですね、今のこの青いクリスタル、これを取ることで、あのキャラをパワーアップさせることができるっていう。さあ、最初の宝は、カッパーマトックでしたね。では、そのクリスタルの力でこうやってレベルを1個上げて、剣の力をね、今1増やしました。次、ブラックスライムは邪悪な存在ですって言ってるので、次はブラックスライムを倒せば宝箱が手に入ると。やっぱこの BGM がさ、あのおなじみの BGM なのは嬉しいよね。このイクラ丼が食べたかったなーっていうのをね。やっぱこれじゃないとドルアーガの塔じゃないっていう感じもするしね。さあ、宝箱も出ましたんで、そしてマトックが手に入ったので、ああいう便利なものはできるだけ積極的に使っていきましょう。マトックはね、壁を壊すことができて、今は1ステージで2回使えますね。さあ、ジェットブーツ、これがまた便利なんだ。じゃあ次は体力を上げようか。塔の外壁はドルワーガの力でマトックさえも受け付けません。なので塔の外壁に向かってマトックを使うと、そうすると宝箱が出るっていう。外壁に向かって使うと2も減るんだ。ブルーナイトはね、今ちょっとね、まともに戦うときつい。やばい、一発で9も減った。怖い。逃げれるかな。いけた。さあ、シルバーチャイム、これ確か鍵のある場所が音が鳴るんだったかな。じゃあ剣の力上げようか。盾は呪文を無力にします。あー、ここか。ここあんま好きじゃないんだな。ここはこの呪文を盾で受けろっていうおなじみのやつだね。 OK、 ダメか、失敗したか。さあ、これでアイテムは手に入った。ダメか、このスピードじゃ間に合わないな。剣を出すスピードが遅すぎる。
さあこれでブックオブマップ、これは確かマップを見ることができるんだったかな。じゃあ体力を、中央の魔法園を通り抜けなさい。ここは確か中央の魔法園に触れるだけでよかったはず。お、あー怖いなあいつあいつも多分今戦うと勝てないと思うんだよね。あーやばい、怖い怖いすごい近くに置いてくれてる、優しいホワイトスウォードが手に入った。じゃあ体力上げようか。あーまあいっか、剣の力で。剣のひらめきは力の証です。ここ確かね簡単だったと思う。ここはね剣をねこうやって振るだけで宝箱が出るっていう。で、あのブラックナイトはめちゃくちゃ強いんで、あれはね逃げよう。うわー、どうしよう。鍵もそうだけど青のクリスタルが全然見当たらない。どこにあるんだろう。あの青いクリスタルはノーマルだと、あ、あったあった、24回までねこれ出るはずなんですよね。そこまではきっちり集めておきたい。レッドラインシールド、じゃあ体力を、自らの手で道を開きなさい。あーここも確かね簡単だったかな。ここはこうやって壁を壊すだけでよかったはず。ここはドラゴンボールの戦闘シーンみたいに青いクリスタルが一瞬で動き上がる。目で追うんじゃない、気で感じろってピッコロさんに怒られるやつだ。オッケー、あーややこしいとこに、まあいいや、これならこの白い壁がねめちゃくちゃ体力を奪ってくるんですよ。これでクリアかな。さあレッドラインアーマーが手に入りました。うーん、じゃあ剣の力を上げようかな。恐れずに青きナイトに挑みなさい。まあこれはまあ本当によくあるパターンだね。あのブルーナイトに戦いを挑んで勝てばいいっていう。まあ私はあの成長のさせ方はバランス型よりも火力特化型にしますね、いつも。その方が割とやりやすいような気がした。さあ宝箱が出たので忘れずにきっちり取っておきましょう。これでこの回もクリアですね。ゴールドチャイムか。次は、あ、まあ剣の力でいいかな。ちょっと偏ってる感じになってるけども、光が黄金の騎士を導くでしょう。これなんかややこしかったんだよね確か。ここはここはね、あ、これはあぶね、これは確か光を触るだけが、いや、ここはややこしくないや。怖いなぁ。あ、怖っ。危ね。怖い。これで OK だ。危ね、怖い。助かったー。ホワイトガントレット、これはいい武器だ。いい武器っていうか、いいアイテムだね。体力にしとこうかな。次フロア10ですね。フロア10が、あ、ここだ。ややこしいのが、魔法園には魔力が宿っていますってなってますけども、ここはねなんかね、あの魔法園のとこに足の速い敵を通過させるとかだったんだけど、なんか今見たら勝手に出てるね。ただ確かね青いクリスタルがここ大変だったような気がする。青いクリスタル確か何箇所かに出てそれを取らないと取れないんだよね。あ、2箇所だけか。あとは鍵を取ったら終わりかな。
マトック便利だな。てかないとしんどいな、やっぱり。さあ、シルバーマトック、マトックの数が増えたのはありがたい。じゃあここは体力を上げとくか。ドルワーガーの魔力にその実を晒しなさい。あ、ここは確かね、あのアイテムが2個出る場所ですね。まずは鍵を持たずに前を通過すれば、これ1個宝箱今出ましたね。でもう1個がね、ちょっとややこしかったかな。あれか、ここは確か外壁に触れるだけでよかったのか。これで出ましたね。よいしょ、これで2つ手に入ったけど、青いクリスタルを取ってないな。まあ危うくそのまま行きそうになった。オッケー、さあこれでフロア11も突破ですね。じゃあ剣の力を上げようかな。過当な亡霊に魔力を扱わせてはなりません。ここがね、確かゴーストが出るんだよ。ゴーストが出るからこのマッチを確か使うんだよね。そう、あのゴーストを倒さないと、あ、倒した。ただね、今のマッチはあの使い捨てっていうか使い切りなんですよ。だからもうあのアイテムはないんで、他のステージでゴーストが出る前に同じようなアイテムを取らないといけないっていう。あぶねえ、ちょっと間違えて入りそうになるか怖いな。ちょっとまず青いクリスタル、どこにある？あった。楽でいいわ本当に。レビテッドブーツ、あ、これは確か空中に浮かぶやつかな。あんま使わないんだよね私これ。でもでは圧倒的に剣の力ばっかり上げていく。剣の力の前には魔法の力ですら無力です。これは確か明治を倒すんだったかな。あ、でも勝手にアイテム変わってんな。このレビテッドブーツは確か地形にダメージがあるとことか、あとなんか地上をこう這いずり回ってる敵からダメージを受けないとか、なんかそういうやつだったと思う。あー、くそ。アイテムを集めながら明治を倒そうとしてるが一向に何にも出てこない。あれ、鍵も何にもないよ。ダメだ、間に合わない。全然間に合わねえ。あかん、いけるか。あー、くそ、遅いか。剣のフルスピードもうちょっと上げとくべきだったな。倒した、分かりにくいけど倒した。さあ、あとはあれ消えんの早いな。取れるか。あ、早い、マジで早い、消えるの。ちょっと、オッケー。偶然だ今のは。あぶねー。助かったー。ちょっと今の反省を踏まえて剣の速さをちょっと上げよう。心を一点に集めることができれば魔力が感じられます。これ難しいよね。これはね、
光ってる魔法炎を踏むとかなんかそんなんだったと思うんだよね。今1個踏んだね。順番に確か来るはずだから。あ、そうだ、思い出した。踏まないといけないからレビテッドブーツじゃダメなんだこれ。そうだ、これ罠だ。そうこんなんさ、ずるいよねはっきり言って。レビテッドブーツ勝手に装備させておいて。であとは鍵を、これ絶対さ強いからさ戦っちゃ、戦っちゃいけないばっかりなんだよねこのゲーム基本的にあれ鍵がない、どこだ鍵。あ、そうだそうだ、思い出した。このステージからこのキーディレクトっていうアイテムを使わないと鍵が見えないんだった。危ね。これでクリアだ。宝箱の中身はマッチだ。マッチがあるってことはまたゴーストが出るってことか。じゃあ体力上げようか。時には待つことも大切です。ここね2個あるはずだけど1個しかね宝箱の出し方が分かんなくて、とりあえず待てばいいんで何もせずにこうやって待ちます。そうするとアイテムが手に入った、まあ、とりあえずねもう1個手に入ったらいいかな。あいつ怖いわ怖いけど道どんどん作ってくれるっていう意味では優しいんだよね意外と。危ね、行こう。エメラルドネックレス、まあこれも後で使うアイテムかな。確かファイヤーエレメントのダメージを受けないとこだったかな。では壁岩に宿る伝説の力、確かこれは緑の魔法炎。うわーくっそこれちょっと怖いな今の、気をつけよう。確かこの緑の魔法炎を踏むとかだったと思うんだけど、怖いわあいつ。さっきのこれか。あれはあれか、レビテッドブーツじゃ倒せないのか。空中に浮かないとダメか、多分そうだと思う。違う、あれ浮いてるないよねこれ。浮いてる、違う考えすぎだったじゃあジェットブーツでいいや。これだ、緑の魔法炎だ。これが確かもう一箇所どっかにあるはずだ。ここか。さあ宝箱は出現しましたので、オッケー、これで、お、宝箱の中身スピア攻撃力が上がったねこれで。すごいな、だいぶ火力が上がったな。2つの暗示を解決しなさい、ここもややこしいなこれだけでわかるかって思うけど、ここはね確かまずは1個がこの黒いこの魔法陣を2箇所踏むんだったかな。であともう1個が敵
を全滅させるっていう、その2つが確か条件だったはずですね。敵を全滅させろっていう条件は割と好き、楽しい。あれ違ったっけ、なんか2個あったはずなんだけどな。とりあえずまず1個を、あ、なんか手に入った、あ、入ってない、キコキコって今言ったよね。か、あ、鍵も取ってるよね。アイテム1個出るはずなんだけど、なんだっけな、もう1個は。あ、出た出た、あったあったあ、出たキャンドルそしてスリープスクロールっていう、ひたすら攻撃力ひたすら攻撃力を上げていくよ。あなたの剣は炎をなぎ払うこともできます。さあ、ここのアイテムの出し方がね、結構ややこしかったんですよ。これを何回か切りつけるとかだったような気がするんだけど、違ったかな。あれね、ちなみにこのエメラルドネックレスをすると当たっても大丈夫になるので、出ないなあれおかしいな、あれで出るはずなんだけどな、確か。あ、出た。さあ、あとはここのアイテムをしっかり全部集めて、あ、あったあった。さあ、これであとはクリアするだけですね。さあ、宝箱の中身はブルーヘルメット。ブルーヘルメットがね、いいんですよ。これ5つも増やせるんですよ。あ、てかさっきのを合わせたから5つなんで4つも増やせるんですよね。これでいいかな。さあ、このフロアにおいては破壊を行うことを禁じます。確かね、これ壁をね壊さずに、鍵を取ったり、扉を開けたりすればよかったはずですね。またね、意外とね大変なんですよね。なぜかというと、この雑魚敵が結構強いから。あれ、レビテッドブーツで、あ、こいつ、この岩、これダメだ、あの岩はね近づくと爆発するんですよ、確か。ちょっと待って、これちょっと待ってよ、レビテッドブーツでいけたかな。やめてくれー、どっか行ってくれー。あ、いけたね、これは。ちょっと待って、あいつ本当どこ行ってくれないかな。あいつ近づくと爆発して壁を壊しちゃうんで、あいつから距離をうまく取りながら、まず鍵を取った。逃げろ、ダメだ。そして扉を開けた、オッケーよっしゃよっしゃ。これではもうあとは、さあ、これでまた戻そう。これでクリアだ。ブックオブライトとシルバートゥラウアール剣の力、
呪われた騎士の魂を魔法の触媒にしたいのですが、またこれややこしいこと言うよね本当に。これは確かブラックナイトを確か魔法陣に通過させるとかだったかな。まずはブックオブライトで辺りを照らして、さあここの光ってるところにブラックナイトを通過させると、来い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 、あなんかアイテム手に入った、これだけでいいのかな、よいしょもういっか。あとはもういいよね。あ2個も出るんだ、ここよかった、1個だけにするとこだった。ファイヤーシールドとシルバークロックの2つを手に入れましたね。じゃあ剣の力をもうちょっとで最大だ。極端、意味にとらわれず色を見るのです。それを知った時に全てが開けます。これはね確か、あまたあれがいる、確かねこれ色を揃えるだけでよかったと思う。白色にしようか。これで OK だ。これであとはクリアするだけっていう、これ答え知ってないとできないんじゃないかって思うけどね。さあゴールドマトックも手に入りましたね。じゃあいよいよ剣の力を最大にしよう。クオックスまでもがドルワーガの手に気を引き締めて行きなさい。ここは分かりやすい、あー懐かしいこの曲。さあここはクオックスを倒せばよかったはずですよ。クオックス弱いよね。あんなでかいのに。てかやっぱ剣の力最大にするのが正解だと思うんだよな。これでドラゴンスレイヤーが手に入りましたよ。これドラゴンに強い剣ですね。ただねドラゴンスレイヤーね威力が低いから、またこれやり直しみたいになっちゃう。着実な歩みのみが大いなる福音をもたらします。ここもそんなに難しくなかったと思うんですよね。壁を壊さずに行けばよかっただけだったと思うので、ただもう壁を壊すことに慣れすぎてるからさ、よいしょ、あ出ましたね宝箱。あとはもう宝箱さえ出てしまったら遠慮なくやってしまうっていう。これで、あちょっとうまく入れない。宝箱の中身はブラックアーマー、さあ24回、宝物は光に沈み闇に浮かぶとなってますね。でこれは確かねこのブックオブライトで1回暗くするんですよ。で5秒間確か待つんですよ。そうすると今こうやって宝箱が手に入ると、でもう1回こうライトをつけると、確かこれ24回までしか出ないからここで最後だよね、あのアイテムが出るのも。あともう一個のアイテムの出し方が確かこのカッパートゥアラクアルトゥア、ややこしい。これで壁を作るんだよね確か。そうすると出ましたねここに。
あとは最後のクリスタルを取って、これでこの回もクリアだ。OK。さあ、25回、以前使わしたミコの回は石にされ、今も最上階に置き去られたままですと言ってますけども、この回はね、なんとアイテムもねないし、あの青いやつも何にもないので、もうクリアするだけで終わりっていうダメだこりゃーみたいになってるけどね、回キルが結界が静まるまで見届けなさい。ここはね、確かまず光る魔法炎の上に一定時間確かいるとかだったかな。これだね。ちょっと待って、ここに一定時間いるはずだったんだ。一定時間動かない。来た来た。で確かね、こう2個あるはずで、でもう1個が確か瀕死の状態になるまでダメージを受け続けないといけないから、まず怖いからこの辺のやつを倒そう。あ、まあいいか、まずこっちから倒そうかで、うまくできるかな。怖いわさあ、どれぐらいまで受ければいいかな。一桁まで減らすか、頑張って。怖いなあ。あー怖い1、怖い逃げろ、やりすぎた。でも出たアイテムが助かった。あー危なかった。ルビーネックレスとスリープスクロール。ルビーネックレスは確かあれだったと思う、ほらエレメント系に強いやつだったと思う。ひとたび芽生えた疑念は枯れることなく伸び続けます。さあここは確かひとたび生まれた疑念はっていうのが、これもねややこしいんだけども、確かにミミックのことだったと思うんですよね。まず鍵を取ったら今1個アイテムが出ましたけども、おっちょっと、あ、ダメだ、やべえ、めっちゃ死にかけてる。この前で剣を振ればこれがアイテムに変わるっていう。そして危なかったームーンウォーカーとシェルスクロールが手に入りましたね。安定を表す形は三角形です。さあこの三角形ですっていうので、まずはこれ、ま、おー危ねー、あ、ムーンウォークっていうのはこれね、その方向を向いたまんま動けるっていう非常にどうでもいい感じもするけど、これはジェットブーツがいいかな。やっぱりこのね、まず今、まあ中央、そしてその次この右下にある、あ、ちょっとこの魔法陣、そしてあら最後に左下の魔法陣、これでまあいわゆる三角形というこういうことですね。これでアイテムが出ると。確かね、スライムめっちゃ強かった気がするんですよね。宝箱の中身はブロンズキーでした。さあ次の29回は銀の鈴から静寂が降り積もりますと言っておりますが、ここは確かね、アイテムを使えということだったはずなので、今まで取ったアイテムのこのシルバーチャーム、これを使うとこれでアイテムが出ましたね。
これで OK かな、確か。さあ、あとはクリアだ。リフレクトシールドが手に入った。さあ、いよいよ30回、半分まで来ましたね。私の行く道を整えなさい。さあ、ずいぶん上から発言みたいなこと言ってますけども、確かこれがこの魔法園の、あ、ちょっと待って、ゴーストがいるね。ゴーストがいるから、キャンドルを、ここの周りの壁を壊せっていうことだったと思う。違うかな。違うかな。これか。出た、なんか出た。あ、そうだ、こういうことだ。ちょっとびっくりしたけど、そういうことだ。さあ、あとはクリアするだけですね。最後に、実は今日最後にイスター見れたんで、ちょうどいいんじゃないかな、ここら辺で。さあ、ということでございましてですね、半分の30回まで来ましたね。ということで、今回ここで終わっとこうかと思います。このパスワードがあるっていうのが本当にいいですよね。次回はね、後半のエンディングまでね、頑張ってやりたいと思いますんで、よかったらご覧ください。ここまではね、私、バッケンがお送りいたしました。ではでは、バイバーイ。